皆さん、大変なことが起こりました。大変なことが起こりました。バンエックバン、ビットコイン ETF の承認が却下されたと。却下じゃない。延期されたと。延期されたということで、昨日、世界中が仮想通貨愛好家の世界中の人たちが一見落着ということで、まあ、利益のね、半分ぐらいを決済してですね、 えー、人財産を作った人たくさんいると思います。その一人が私ですけれども。もうこれ上がんないのかなと。次のビットコインの、えー、期日が8月だと。8月19日ぐらいですと。それまでは、まあ一見落着ということで、ドルエン FX をね、一生懸命やっていこうと。そう思っていた矢先です。これは訓練ではありません。これは訓練ではありません。 なんと、今度はですね、伝統と格式のある、そして由緒正しい、アメリカ・ニューヨーク証券取引所、その傘下にある、ニューヨーク SE、ARCA、あるか債券含む、新しい第3のビットコイン ETF を申請して、これが認可される可能性が非常に高いと、認可される可能性が、 スピード認可が非常に高いと、8月なんて言ってられないと、6月に来るんじゃないかと、そういう情報が入ってきてですね、爆上げ中です。ビットコインが爆上げ、ちょ,ちょっとね、上がって、ちょっと今、押し目つけてるけど、これ、爆上げしました。87万8000円ですが、えー、ビットフライヤーだと88万ですね。 また爆上げ開始しました。爆上げ開始しました。1時間してもう、ここのね、えー、ここのライン、だんだんこの自利品になってきたと。えー、86万ぐらいになってきたんですね。これね。でも終わりかなと。ビットコインも終わりかなって言ったら、また爆上げ開始です。爆上げ開始です。このね、第3のアメリカはただでは起きない。えー、今回のね、 セックによるアメリカ証券取引所によるですね、えー、バンエッグバンビットコイン ETF の、えー、再延期について、トランプ大統領はかなり怒っておるみたいですよ。それでですね、えー、じゃあお膝元のホワイトハウスのお膝元の金融のウォール街の一番一,一丁目一番地にある、じゃあ ニューヨーク証券取引所から出させろと。ニューヨーク証券取引所から第3の目となるビットコイン ETF を出させろと100%承認されるように債券も加えてやれと上がってます。今アメリカ、ニューヨークは朝を迎えたところです。上がってます。米ニューヨーク証券取引所、 債券含む新ビットコイン ETF を申請と、子、まあ、会社を通して申請されたと、えー、ニューヨーク、アーカー新たなビットコイン ETF 申請を提出と、大手証券取引所のアーカーから1月に申請されたビットコインを含む ETF 商品の申請がベーセックに正式に提出されることが分かったと、これによりバンエックバンやビットワイズ社の申請に申請する ETF とは異なる ビットコインと短期の米国債券の2つの資産を含む独自の投資信託の申請プロセスが開始するということで第3のビットコイン ETF と第3のビットコイン ETF これはですね米国の国債も入ってるからね短期の国債も入ってるのでビットコインだけじゃないよということでですねリスク分散がされた、えー、投資新宅上場投資信託なのでさらに安全だということですね。 さすがニューヨーク、頭のいい人ばかりかもしれません。はい、それでですね、ETF や ETL などの株式以外の商品にも注力した取引所として知られと、今回のビットコイン ETF の申請にもつながった背景があると、ここですね、アー c 2006年からニューヨークの傘下となり、米最大インターコンチネンタル取引所が所有する株式取引所で、新興企業を中心に、えー ニューヨーク証券取引所やナスダックの銘柄も含む8000銘柄以上を取引できるとすごいですね。今回の投資信託商品は、米が提出したものでビ、えー、トラスト社が提出したもので、ビットコインへの投資を可能にしながら仮想通貨特有のボラテリティを抑えるために、ビットコインと短期1年以内の米国債を含む。と、えー、いうことでね。さらに、 えー、さらにね、申請可能性が非常に高いと認可が下りる可能性非常に高いとかリスク分散されたポートフォリオになってるわけですね内,内容がねビットコインだけじゃないっていうことですね特殊すべきはビットコインと秘密会議の管理は仮想通貨取引所コインベースのガスト D 部門が行う点だということでもう今までとは全然はるかに違うですね技術的なセキュリティ状態あとは、えー、価格のですね 変動がされないようにですね、してすじがですね、価格操作ができないようになっていると。で、セキュリティも安全だと。うまた、同カストディアを通して、同商品のタブとなるビットコインには最大2億ドルの保証が出る保信用保険がかけられているということで、盗まれても全然へっちゃらですよということですね。で、今回提出されたビットコイン、まあ、だから技術的にも秘密鍵は、仮想通貨としてコインベースのカストディー部門が行うし、 もしね、もう 100, 100、万が一漏れても保険が出るよと、2億ドルですよ。200億円ですよ。220億円。今回提出されたビットコインを含む ETF 商品を考案した企業は、1月にも似たような申請を提出していたが、前回から数点の変更を加えてから、今回、正式に申請プロセスが開始したということです,すごい、すごいですね。前回との大きな違いは、米ドルが担保資産から外れた点だということですね。 はい。ベイドルはちょっとね、あのー、浮き沈みが激しいのでね、ベイドル国債にしたということですね。なので、これがね、なんと、6月に、えー、結果が出るんじゃないかと。ね。もうすぐですよ、6月って。もう今月終わりだからね、5月23だからね。だからですね、これでですね、今、爆上げ中なんですが、大丈夫ですか、これ。 ドコインが再び、超の前に、まあ、ビットフライヤーで88万2000ですね。ビットバンクだと87万9000で、まあそうですね、上がってきてます。爆上げ開始いたしました。爆上げ開始いたしました。ですのでですね、皆様におかれましても、そうだね、これ下がんなかったのには意味があったね、やっぱりね。まあ、トランプさんがね、じゃああの手この手でね、もうやっつけちゃえと。行政やっつけちゃえということですね。 からここのですね最終防衛ライン91万5000円を超えたらまあもう二度と100万円以下で買うことはできませんので、えー、ビットコインね、ちょっと買い忘れてですね今回、えー、利益が取れなかった人今、最後のチャンスです明日の朝銀行に走ってですね、えー、仮想通貨取引所ビットバンクとかねビッ、えー、コインチェックとかね、えー、財布とかビットフレアヤーとか ビットポイントジャパンとかにね、お金を送金、入金してですね、最後のビットコイン、えー、リップル、ネム、ノアコインなどをね、買う時期ということになると思います。はい。えー、リップルもね、上がってきてますね。リップルも、あの、確実に上がってきてます。大丈夫です。大丈夫です。いきますね。うん、やっぱりなんか落ちなかったからさ、なんかあるなと思ってたんですよ。 なかなかね、我々、私たちども、あの、メイソンリーのね、低いくらいには降りてこないね、情報がね。うん、まあ、情報を降りるようにね、私も頑張りたいと思います。それでは、今回は緊急情報を、真夜中、今、12時52分にお届けいたしました。皆様の、億万長者ライフのですね、えー、億万長者ライフが、 叶うことを祈っておりますそれでは神のご加護と幸運を